サトウヤシは、インド東部から、マレーシア、インドネシア、フィリピン東部までの熱帯アジアを原産地とする、ヤシカクロツグ族のヤシで、経済的に重要な作物となっている。サトウヤシのほかアレンパーム、カオンパームなどとも呼ばれる。中型のヤシで、樹高は20メートルほどになる。幹は古い葉の傭兵で覆われる。葉は、長さ6から12メートル。 1> 幅1.5メートルの右上葉で、右辺は1から6列で、長さ40から70センチメートル、幅5センチメートルほどである。果実は、累急形で直径7センチメートルほど。未熟化では緑色だが、熟すにつれて、黒となる。絶滅危惧種にはなっていないが、分布域の一部では稀にしか見られなくなっているところも、ある。クモネズミなど、絶滅危惧種となっている動物の中には、 砂糖やしを主な食事としているものもある。フランシスコ・マヌエル・ブランコによる砂糖やしのスケッチ。フローラでフィリップ・ナズより。東南アジアでは砂糖を得るために商業的に栽培され、砂糖やしから作った砂糖はインドではグル。インドネシアではグラーレンと呼ばれる。インドネシアでは樹液を使ったらハンという冷たい甘味飲料が飲まれているほか、樹液を発酵させてス屋やシ肪を作る。 新鮮な樹液から砂糖を取る際には発酵を防ぐために砕いた唐辛子あるいは生姜を採集容器に入れる。採集した樹液を煮詰めて濃厚なシロップを作り乾燥して黒糖を得る。タラバヤシなど他のヤシからも同じ方法で砂糖が得られる。生の果汁とか肉には腐食性がある。樹液に糖分が豊富な一方、地中深くに根を張るため、 急斜面にも植えることができる上、干ばつにも耐え、肥料も不要なことから、樹液をバイオエタノールの原料とすることで、森林保護と燃料生産を両立できる作物として有望視されている。未熟な果物はフィリピンやインドネシアで食用とされ、それぞれカオン及びブアコランカリン、またはブアカップと呼ばれる。砂糖シロップで煮たものを缶詰とする。 黒っぽい繊維質の樹皮はインドでどう、インドネシアで異熟、フィリピンでユモットあるいはカボネグロと呼ばれ、紐にしたり、ブラシやホウキを作るほか、屋根吹き材などにする。ボロブドゥールなどのジャワ地方の古い寺院のレリーフに関する研究から、古代ジャワの土着建築では屋根を砂糖や種の樹皮で拭いていたことがわかっている。これは現在でも、 バリの寺院やミナンカバウジンの伝統家屋であるルマ、カダン、あるいはパガリュン宮殿に見られるゴンジョンという水牛の角を模した戦闘を持つ建物に見られる。葉や中六は網かごなどを作るのに使われるほか、家具類の寄石細工にも用いられる。インドネシアでは砂糖ヤシから澱粉を取り、米粉の代わりとして麺類やケーキなどの料理に用いる。フィリピンのカビテ主委団は、 同国屈指のトウヤ市の産地で、トウヤシズやトばの主産地になっており、毎年イロック祭りを行っている。このイロックとは、フィリピン北西部で、トウヤシを指す言葉である。スンダレッ島の伝承によれば、トウヤシには、ウェウェゴンベルという妖精がおり、そこでさらってきた子供たちを養っているのだという。ありがとうございます。